トはフライトで登場しました。こちらのスキンは2021年のファイトはフライトで再販されました。ハイクラス。シーズン7のバトルパスを25まで上げることで入手できました。こちらはバトルパススキンなので再販は来ておりません。色違いスキンもまだ登場していません。登り火の女王。このスキンは、シーズン7までの全レジェンドと限定レジェンダリーアイテム7種を収録した、チャンピオンエディションのスキンになります。エジプト感強めのレースですね。フェイズウォーカー、プロイドウォーカーの色違いスキンになります。2020年12月23日から始まった年末セールに登場しました。その後、2021年の8月に再販もされています。ヘルキャット、プロイドプラウラーの色違いスキンになります。シーズン8で2021年2月10日から3月3日まで開催された2周年アニバーサリーで登場しました。このイベントで登場したスキンは、すべて赤と金を基調としたスキンでした。女王の衛兵、虚空の守護者の色違いスキンになります。シーズン8で2021年4月14日から4月28日まで開催されたウォーゲームで登場しました。比較的最近のイベントなので再販はまだ来ていませんが、いずれ再販はされると思います。悪魔のささやき。シーズン9のバトルパスを50まで上げることで入手できました。こちらはバトルパススキンなので再販は来ておりません。色違いスキンもまだ登場していません。ネオンスペクター。シーズン10で2021年9月15日から9月29日まで開催されたエボリューションで登場しました。宇宙感のあるかっこいいスキンです。他のスキンに比べてを、パイが大きく見えると言われたり言われてなかったり。皆さんはどう思いますか？よかったらコメント欄で教えてください。リングサイド。衣料品ブランド、マーケットとのコラボスキンで2021年11月10日に登場しました。フードをかぶっており、おしゃれなスキンですね。レースのレジェンダリースキンとしてはこの、リングサイド、が最新になります。いかがだったでしょうか？レースのレジェンダリースキン25種を紹介しました。好きなスキンがありましたらコメント欄で教えてください。レース以外にもスキンを見たいレジェンドがいましたら、チャンネル登録、高評価お願いします。他にも武器やレジェンドの歴史を紹介しているので、